食べて食べて。はい、始めます。じゃあこれ素手でちょっとお寿司みたいな感じ。45分かかったね。45分。わけもわからんとりあえずみたいな。マジで感想は。はい、これがチューチューいきます。はい、始まります。 VTube どうなるんこれ。お祭りなんで酔ってますか。あんま酔ったらあかんよ、まあね、社会的に良くない。子供見てるから、はい、餃子祭りということで。餃子祭りで今日、3日間あるんですよ。はい、3日間で明日で終わりってこと。明日で終わり、金土日ですね。今日は11時から9時ぐらいまで、はい、そうです、9時まで。はい、というわけで本当ね、餃子が売り切れてもう何もできない状態なんです。だってね、さっきね、券を買いに行ったんですよ。はい、ほんならもう当日券売り切れてた。あ、それだけ人気なんですよ。岡山にこんだけ餃子好きなバカ野郎どもがどんだけおるかって言って、バカ野郎、はい、前を住みたいんですけど住めない。はい、住めないのはこの人数です。このね、一応西日本豪雨 の, ボラあのイベントを兼ねて、ね、チャリティーイベントを兼ねてやったんで、ナビのこんなにみんな餃子が好きなのかというピースね。このね、量です。今日はね、めちゃめちゃ、でもこんだけ集まるって珍しいよね。やっぱり皆さん炭水化物は好きなんだろうな。ねえ、酒と合いますね。餃子、完売、完売です。じゃあね、実はね、サントリーさんから特別チケットもらったんですよ。サントリーさん、あら、どっとどっと、これお付き合いでどこですか。サントリー、サントリー向こうですよ。はい、行きましょう。ほんなら向こうですよ。はい、あ、そうですね。はい、これお願いします。スペシャルチケットで。でもさ、はい、どうぞ。あ、すみません、ハイボール、ハイボール、ハイボール、はい、バカ野郎。もうすごい、すごい、すごいです。マイル券買えなかったね。はい、マイル券買えないぐらいですか。当日券も無理だった。ちょっと初めての開催なので。いえ、今岡山在住ですけど、生まれは岡山じゃない。今日は楽しかった。今日は、いや、楽しいって言うより大変です。大変、楽しいって言ってる。楽しいって言ってる。楽しい、楽しい、はい、楽し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 い、この並びようがね、マジ前売り券も売り切れてました。券取れたんですよ。当日で買って。もうね、今日は、はい、どうですか、もう今日の感想。ちょっとね、人がいすぎて。もう閉める、早くね。いや、閉めるよ。早いな、これはもう終わりだ。うん、次行くしかない。何の次か。次行くならチャンネル登録して次行ってくれる。っていうわけで、はいはい、このね、うん、餃子の企画。餃子の企画。なんですけど、ね。どうだった？全然ダメだった。ダメな。なんで？で、岡山ってなんでこういうイベントごとに人が来るんだっていうね、結構謎があるじゃないですか。流行りも流されやすいです。でね、逆にじゃあ。下石井公園の餃子祭りは多かったけど、この状態で、うん、まあ、岡山のこの駅前はどうなってんだと。どうなってんだ。いうのをね、ちょっと見てみようかなと。言ったら下石井公園で人いっぱいおったけど、そう。実際の街はどうなってんの。そう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 。逆に全部客向こう流れてる可能性もあるし、あ、それやったらお店的にもあんまり利益的にはダメじゃん。あ、まあね、イオン岡山ができてるのに表町が錆びれて、うん、もうやばいみたいなね。話もあるね、岡山実際全体が活性化してるかっていう。そう、それです、okay. 簡単に言えば、はい、じゃあそれを今からやる、見るといい。もうええか。どうすか、はい、人どうですか。人どうすか。結構歩いてますね、はい、ここ面白いですね。やばいね。なあ、ここやね。290。あのさっきの2人組、あそこにおる2人組、ちょっとこっち見とったけど、カメラ映し、こすらしたよ。うまい、寂しがりや。でも相席部屋の方ですね、あれ。あれ相席。あ、なんかめっちゃ見てるね。手振った。その下通りはどうですか。今日ですか。今日多いと思いますね、今日。めちゃめちゃ入ると思います。餃子の祭りやりましたよ。あ、なるほどね。相席。
女性無料なんで。女性無料。あ、ちなみに移転しました。え、マジで？どちらに移転しました。どこのローソンの下に行きました。あ、マーズのところ。マーズの前の店舗に。え、マジで？前の。クラブやってるわけじゃないよ。あ、マーズの店舗じゃなくて、マーズの正面にある。いいね。あ、でもスカスカやな。ここで踊る？なんかラップやる？これ結構オーディエンスいるやん。昔待ち遠しいやるでごっこし、もっと楽しみたいし、LDAC 今日も吸い込み買い物。ごめん、もっと声大きい。声これぐらい。遠いからさ、聞こえねえんだからさ。これ大丈夫なんかね、計算的に。いや、ダメよ。ダメな。ダメ。違法駐車やろ。OK なの。あ、でもな、これ、あ、ちょっと待って。なんかな、ここもややこしいよな。でもグレーゾーンよな。ほんとダメなんだけど、こんなにあったらもう何も言うことできんもん。やばいやばいね。はい、終わります。酔ってますね、この人も。酔ってないよ、これいつも。だからテンションが大事なんだって。あ、酒一気飲みしたけど、そうでもないし。そうですね、早かったですね、あの辺。はい、うん、ハイボール、あ、ジムビーム。あ、ジムビームな、はい、今日この後土曜日DJしますよ、この人。いや、帰るよ。え、帰る。帰らんよな。帰るよ、でも、もうないよ。嘘でしょ。思う中で仕事を放置する人じゃないでしょ。いや、後がいるから。危ない。うわ、うわ、タクシー、どんどん来るな、タクシー。まあ、あれ、さっきのガールズバーのあれですから、ね、体の中もいっぱいです。これですよ、これ。大丈夫だよ、こいつだ。そう、もう、ダメでしょ、これ。これ、OK なの、これと。いや、ダメ。これね、ちょっと事故りこけそうになりましたからね。はい、あ、嘘、危ないよ。はい。終わります。終わります。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。